最近、なんていうかな、ポケカ始めたての人とか初心者の人によく一人回しとかってどうやってやってます？みたいな話を聞かれるんですけれど。まあ別に僕、大したやり方じゃないんですけれど、まあすぐに始められる一人回しの方法みたいなやつ、まああるというか、まあ僕がやってることを、まあ軽く紹介しとこうかなと思います。まあ最近はね、人と会って対戦とかもできないんで、まあとりあえず適当にデッキ2個用意して、これか。まあ、まず適当にデッキ2個用意するじゃないですか。まあ、多分、僕以外の人もこうやってやってんじゃないかなって思うんですけれど、いや、マジで簡単ですよ。はい、これで終わり。まあ、これで終わりだな。いや、ほんとこれだけなんですよ。で、まあ、ぶっちゃけ一人回しをするとなると、基本的にまあ、練習が、主じゃないですか。一人で練習するのが。だからまあ、ぶっちゃけ見栄えとか気にする必要ないんですよね。まあ、適当に2つのデッキ、7枚まず手札用意してやって。でまあ、別に1人なんでね、ぶっちゃけスペースもこんだけあれば、自分が分かればいいんですよ、要は。まあ、一応裏向けにするか。で、適当にまあ、サイドは、そうだな。この上のスペースが余るんで、ちょっとパソコンが邪魔だけど。まあ、こんな感じで置いてやって、種がいるかな。ありますね。はい。まあこんな感じで置いてやって、でまあ先行ここは適当に決めるんですけれど、これ これ僕だけなのかな？コイン用意するのめんどくさいからカード回すんですけど、これもしかして僕だけだったりします？こっちは表だったよな。だからまあ先行だから。でまあこれでバーっと始めてやって、まあいろいろなんやかんややると、適当に。でまあベンチャーここ使えばいいし、で、まあ、そうだな。スタジアムはね、基本的に場に1枚しか存在できないんで、まあ、この辺に貼ってやればいいかなって感じ。で、まあ、雑にサイコロとかも適当に置いてやって。まあ、多分みんな、これじゃないのかな。わかんない。僕の場合なんでね、人によってはもっといろいろあるかと思いますけれど、まあ、なんていうか、ちゃんと正面に対戦相手がいる体を、まあ、装った方が、なんていうかな、考え方がまとまりやすいとか、結構考えやすいっていうタイプの人だったら、まあなんか最近はあれですね、なんかツイッターでちょっと見ましたけれど、なんか回転式のテーブルとか使ってる人とかいましたね。なんか回転式のテーブル1個用意してやって、こっちに自分、向こうに相手のデッキっていう風にしてやれば、こっちの番が終わった後、そのテーブルを回してやれば、今度は相手の目線に立って、相手のターンを、まあそのまま自分が移動することなく続行することができるっていう感じなんで、まあなんか見栄えがいい方が考えやすいっていう人は、まあそっちでやるのも別にありなんじゃないかなと思います。まあぶっちゃけ一人回しなんでね、基本は自分が分かれば何でもいいんですよね。まあ多分、どうだろうな、他の人がどうかは知らないけど、僕はまあこんな感じで大体練習するときはやってますね。まあ多分みんなそうだと思うけどな。まああくまで僕個人の考えなんですけれど、あんまり準備に、まあ時間を取られすぎるっていうか、見た目に凝りすぎると、そもそもまあなんていうかな、その準備が億劫になって、本来の目的である一人回しの練習をやらなくなるような気がするんで、まあ僕はこんぐらい適当にスッと始めれるような感じでやってますね。まあこれだとプレイマット1枚あれば大体まあ場所的には収まるんでね。まあちょっと狭いように感じる時もありますけれど。まあまあまあ。基本は まあ何回も言ってますけれど、基本はまあ自分が分かればいいと思うんで、僕はこんな感じでやってますね。これだと自分が移動する必要もないしね。まあ最近はそうだな、繰り返しになりますけれど、世界大会も今年なくなっちゃったし、まあ当たり前なんですけれど、日本の大会もまあ多分ほぼほぼないだろうみたいな感じなんでね、逆に今練習するモチベーション保つのが結構難しい時期だと思いますけれど、そもそもポケカの診断出るのかな？ちょっとわかんないですけど、だって小売店とかね、休みになったら、なんか売る場所ないじゃん。まあ別にオンラインというか、通販でまあやりゃいいだけの話だけど、さすがにね、まあ実店舗で売るのもすごい大事だと思うから。まあどうなるか、今後先が読めないですけどね。まあ逆に今練習をね、しっかりしといた方が、まあ今後大会がね、また開かれるようになった時に、まあそこでね、多分実力の差が出るんじゃないかと思います。まあ今のうちに、まあ差をつけといた方がいいんじゃないかなっていうふうには思いますね。まあモチベ保つのは難しいですけど、僕もポケモンカードはちょいちょいやっていこうと思います。さよなら。